アメリカの女優ルイーズ・ブルックス。フラッパー女優の一人と呼ばれていた。フラッパーは1920年代に欧米で流行したファッション、生活スタイルを好んだ新しい若い女性を指すスラング。それまで女性らしいとされてきた装いや行動様式ではなく、膝丈の短いスカート、ショートヘアのボブカット、ジャズ音楽などを好んで、 濃いメイクアップで強い酒を飲み、性交渉、喫煙、ドライブを積極的に楽しむという、以前までの女性に求められてきた社会的、性的規範を軽視した女性たちを意味する。フラッパーは、競争の20年代を背景として登場した。アメリカの1920年代初頭は、第一次世界大戦終結直後で、社会、政治ともに、未だ混乱していた時代だった。 ヨーロッパからの文物流入が盛んとなり、アメリカからも、ジャズなどの文化がヨーロッパへと広まっていった。フラッパードレスを着用した、アメリカ人女優バイオレット・ロマー。1915年頃。フラッパーという言葉は、ひなが羽を羽ばたかせて飛び立つ訓練をしている、様子を意味し、そこから転じて、未成熟な若い女性を表すスラングとなったと言われている。また他の説として、 まだ髪をゆやけることができない若い女性の束ねた髪が背中でひらひらするところからイングランド北部で10代の少女のことをフラッパーと呼んでいたという説や古語で娼婦のことをフラッパーと呼んでいたという説がある1630年代初頭では年若い娼婦がフラップというスラングで呼ばれていた1890年代終わりのイングランドでは フラッパーが重大なカバの活発な少女を意味する言葉として使われるとともに、特に年はい勝負を意味するスラングとしても使われるようになっていた。フラッパーという言葉が文献に出てくるのは、イングランドが1903年初頭、アメリカが1904年のことで、小説家デズモンド・コークが自身の大学時代を綴ったサンフォード・オブ・マートンの気絶した。 フラッパーという記述が書出である。1907年にはイングランドの俳優ジョージ・グレーブスがイングランドでは舞台で軽技を売り物にする若い女芸人のことをフラッパーと称するとアメリカ人に説明している。1908年にはイギリスの高級紙タイムズでもフラッパーという言葉が使用されるようになった。ただしタイムズではフラッパーは 髪を結い上げ長いドレスを着用する前の年は飼い、宿女を意味するという注釈付きで使用されていた。1910年11月に a e j ェ m ムズが不運な14歳の少女を主人公としてロンドンマガジンに掲載したフラッパー陛下という題名の一連の物語が人気を博している。1911年頃までには新聞の劇表でフラッパーがいたずら好きで、 茶目っ気がある、あるいは、異性の気を引くそぶりを見せる役柄の代名詞として、使用されるようになっていった。映画女優として、有名になる前のクララボー。1921年。1912年頃までには、ロンドンの舞台工業主ジョン・タイラーが、ニューヨーク・タイムズのインタビューで、フラッパーを、今にも世に出そうなやや年長の少女という意味で、用いている。 フラッパーは大胆でらつとした10代の少女を指す言葉として広く知られていたが、イギリスでは徐々に衝動的な性質で大人気ない女性全般を意味する言葉となっていった。第一次世界大戦時にフラッパーという言葉はますます使用されるようになっていったが、これはおそらく出生で男性が不足した職場に女性が登用され始めたことと関係している。1919年の タイムズには戦争からの帰還兵たちが職場に復帰すると女性の職探しが難しくなりフラッパーたちの将来が懸念されるという内容の記事を掲載している。このような社会情勢の中、フラッパーは独立新王星で強楽的な若い女性を指す言葉へと変化していったのである。アメリカ人女優アリス・ジョイス。1926年。 1920年までにフラッパーは特定の世代とその行動様式を示す言葉として一般的になっていった。当時のイギリスでは多くの若い男性が第一次世界大戦で命を失ったために適齢期の女性が結婚相手を見つけられずにいた。アール・マレーレスリー博士はその講演である種の社交家の中には上着いた性格で露出度の高い服を着て ジャズを愛好するフラッパーと称される人々がいる。責任感がない上に、行儀も悪く、ダンス、新しい帽子、男性と自動車などを国家の大事よりも重要視する女性たちだと批判している。1920年代初めのアメリカでは10代の若い女性たちが好んだ、留め金をせずにオーバーブーツを履くといったファッションを指す言葉としてフラッパーが使われるようになった。また、 歩くたびに止められていないオーバーブーツの留め具がひらひらする様子もフラッパーと呼ばれていた。イギリスでは1930年代半ばでもフラッパーという言葉が時々使用されてはいたがすでに仕事なりつつあった。1936年のタイムズではブロッドなどと同じくフラッパーが時代遅れのスラングに分類されている。アメリカでフラッパーという言葉が 初めて登場し、そのイメージが浸透したのは、1920年のフランシス・マリオンが脚本を書き、オリーブ・トーマスが主演した映画ザ・フラッパーによるところが大きい。トーマスは1917年に出演した映画でもザ・フラッパーと同じような役を演じているが、この映画ではフラッパーという言葉は使われてはいない。その50度の麻薬中毒になり、 副読死したトーマスが最後に出演した映画でもトーマスはフラッパーの代表格として扱われている。トーマス以降、クララ・ボウ、ルイーズ・ブルックス、コリーン・ムーア、そしてジョーン・クルフォードらがフラッパーというイメージを体現した女優として大きな人気を誇った。アメリカでは禁酒法がフラッパーの増加の一因となっている。広報のサロンや会員性のキャバレー、 裏通りの潜り酒場が多く作られ、秘密裏に酒を提供する場所として人気を得た。順法精神及び宗教観に根ざした禁酒運動と事実上どこでも酒を口にすることができるという現実との乖離が権力への軽視という風潮となった。また、フラッパーは1890年代に理想とされたギブソンガールの反動でもあった。フスコット・フィッツジェラルドや アニタルースといった著述家、ラッセル・パターソン、ジョン・ヘルド・ジュニア、エゼル・ヘイズ、フェイス・バローズといったイラストレーターがフラッパーの外見や生活スタイルを取り入れた作品を発表してフラッパーの大衆化に大きく貢献した。これらの作品を通じてフラッパーは、古悪的、奔放、自立した女性というイメージで見られるようになっていった。しかしながら、詩人、評論家、 ドロシー・パーカーがフラッパーを憎む歌を表したようにフラッパーの流行を好ましく思わない人々も存在していた。フラッパーを軽薄な様子で格好でタバコを吸いカクテルを口にする。それがフラッパーと非難する労働組合や最低の知力、教育者にとってどうしようもない厄介者と評したハーバード大学の心理学者がいた。1922年11月の フラッパー氏の表紙に掲載されたアメリカ人女優ビリーダ・ダブ。1922年2月4日のサタデイイブニング・ポスト氏の表紙に掲載されたアメリカのイラストレーターのエレン・バーナード・トンプソン・パイルのイラスト。1920年代においてフラッパーの振る舞いは風変わりでそれまでの伝統的な女性観を覆すものだと考えられていた。 イギリスのマスコミではフラッパーを恋愛に積極的で奔放かつ気軽に成功渉を持ち伝統的価値観に反抗する傾向が強いステレオタイプとして表現していた女性の一生のうち年少の特定の時期を指すフラッパーという概念はドイツからイギリスにもたらされたものだと主張する者も,もいるドイツでは10代の少女をバックフィッシュと呼んでおり この言葉はもともと市場で売買されるほどには成長していない魚を意味していた。ドイツ語でバックフィッシュが若い女性を意味するということは1880年代終わりにはイギリスでも知られていたが、この時代には非常に慎み深い女性を指す言葉として理解されており、反抗的で伝統的価値観を軽視するフラッパーのイメージとは異なったものだった。フラッパーは 夜になると、ジャズクラブへ繰り出して挑発的なダンスを踊り、タバコをたしなんで、不特定多数の男性との大勢を気ままに楽しむような、価値気な若い女性だとみなされていた。活動的でスポーツを好み、自転車や車を乗りこなす、禁酒法に反抗して大っぴらに酒を飲むなどというのが、フラッパーの典型的なイメージとなっていった。当時のアメリカではチャールストン、シミー、バニーハグ、 ブラックボトムなど激しいダンスが流星していた。ビクトリア朝時代に比べると1920年代では男女間の肉体的接触がごく普通に行われるようになった。肉体的接触を主たる目的としたペッティングパーティーが開かれるようになり人気の娯楽にもなっている。若い世代からしてみればこのようなパーティーを男子近世、 女子金星といった昔ながらの名目で開くことは欺瞞にしか思えなかった。このようなパーティーは大学内で多く行われており、若い男女が一緒に集まり、監視の目がない場所でかなりの時間を共に過ごしたと言われている。その代表作、グレート・ギャツビーでデイジー・ブキャナンというフラッパーを登場させているアメリカのサッカー F ・スコット・フィッツ・ジェラルドは、 しつこいリポーターにつきまとわれて質問されたことを文章にしている。あなたは、A、ペッティングパーティーは法に触れると重大な問題だと思いますかもしそうであれば、あなたが自殺する時の理由は、過去にペッティングパーティーに参加したことが原因だということでいいですか ?1950 年代のライフでは、ペッティングパーティーを20年代に流行したひどい風習だったと紹介しており、 金税報告では20年代以降現在でも存在していると記述されている。フラッパーはその不尊な態度とともに特徴的なファッションでも知られていた。主にフランスからの流行、特にココシャネルの先進的なスタイルを取り入れたもので当時爆発的な流行を見せていたジャズを伴奏として踊るダンスに向いたドレスが人気となった。フラッパーの外見はフランスでは ギャルソンヌと呼ばれるようなボーイッシュなもので、髪型はショートヘア、ドレスは腰部のくびれがないストレートなシルエットで胸を平らに見せるものだった。遅くとも1913年までには、送信の若い女性が典型的なフラッパーのイメージとなっていた。アメリカ人、オペラカシュリリアン・ローディカは、1913年のニューヨークで流行していたファッションについてコメントを残している。 小さくて痩せっぽっちのフラッパーが白い歯をきらめかせながら激しいステップを踏むのに向いたスカートと薄汚いバケツみたいな帽子を身につけて五番街を軽い足取りで歩いていた。1910年代初めの時点ではフラッパーのファッションはフランスの少年のようだとみなされていた。1920年代でも フラッパーの典型的なファッションだった頭にフィットした帽子はこの当時から好まれていたが、スカートは丈の短いものよりもそう極端に絞った、ほぶるスカートが多かった。ショートヘア、腰部のくびれのないストレートなドレス、膝丈のスカートといった、現在フラッパーの典型と考えられているスタイルは1926年頃から見られるようになり、型破りなファッションと挑発的な振る舞いと、 フラッパーという言葉が同一視されるようになった。1915年のタイムズにはフランス駐在軍のクリスマスの娯楽が青いショートスカート、パリジャン風の帽子、フラッパーの髪型で女装した兵士が演じる演唱劇だったという記事が掲載されている。フラッパーが女性のファッションにもたらした重要な点として体を締め付けていたコルセットの追放。 スカート丈やガウン丈の短爪、ショートヘアのボブカットが挙げられる。こういったスタイルを世間に浸透させることに貢献したのが、オリーブ・ボーデン、オリーブ・トーマス、ドロシー・マッケール、アリス・ホワイト、ビーブ・ダニエルズ、ビリー・ダブ、ヘレン・ケイン、ジョーン・クルフォード、レアトリス、ジョイ、ノーマ・シアラー、ローラ・ラ・プランテ、ノーマタル・マッチ、クラ・ラ・ボー、ルイーズ・ブルックス、 コリン・ムーアといった女優たちだった。1920年代初頭にはフラッパーが新聞のブロンディア、フリッツ・リッツ、マップシー、フラッパー・ファニー、セイズといった連載漫画に登場するようにもなっている。アメリカのイラストレーターであるラッセル・パターソンが描いた火のないところに煙は立たぬ。1920年代のドレスを着たフラッパーがデザインされている。 フラッパーのドレスはまっすぐでゆったりとして腕はむき出しになっており足にはシルクカレー4のガーターストッキングを着用していることが多いスカートは膝丈でダンス中や歩行中には風を受けて足が見える中には足を強調する目的で膝に頬紅を塗るフラッパーもいたシュミーズドレスの一種であるローブドスタイルと呼ばれるタイプのドレスも好まれた ハイヒールの靴も流行し、ヒールの高さは5トルから8トル程度のものが人気があった。肌着フラッパーは伝統的なコルセットを嫌い、それまでのパンタロンと呼ばれる長い下着でなく、はるかに短いパンティを愛用した。ダンスの時にも身体全体を締め付けるコルセットではなく、胸だけを押さえる道着を着用して踊った。伝統的なコルセットが胴を締め付けて、 胸と腰を強調するデザインだったのとは異なり、フラッパーが着用したコルセットは柔軟な素材で作られ体のラインを滑らかにして起伏が乏しいシルエットに見せるためのものだった。起伏に乏しいコルセットがフラッパーの外見をよりボーイッシュなものにした。また、胸を押さえつけるタイプのブラジャーの普及がボーイッシュな印象をさらに強めていった。アメリカの女優ジョーン・クロフォード。 フラッパーのイメージの浸透に大きく貢献したスター女優の一人。フラッパーの間で流行した髪型はボブカット、イートンクロップ、シングルボブなどのショートヘアでスタイリングには指特使でウェーブをつけるフィンガーウェーブが多用された。帽子はキャスケットやクローシェに人気があった。装飾品はアールデコ様式のアクセサリーが好まれ、特に何重にもなったビーズのネックレスや 飾りピン、指輪、ブローチが用いられた。他に、別公園のメガネも人気があった。1890年代のフランス人女優、ポレールが、短い無造作な髪型で口元と目元を顔料で、くっきりと強調した化粧をする女性の先駆者だったと言える。フラッパーの化粧も、徐々に、舞台役者のメイクのような非常に濃い化粧になっていった。ディップスティック容器の進歩。 コンパクトミラーの普及とともに、フラッパーの間では赤く膨れたような唇と、コールという顔料で暗く縁取りされた目元、そして、頬紅が流行した。フラッパーの間では、当初青白い肌がもてはやされていたが、ここシャネルが日焼けした肌で世間の注目を集めてからは、小麦色に日焼けした肌が流行した。女性もよかには家に閉じこもることなく屋外でスポーツを、 することが健康的であると考えられるようになっていった。フラッパーに続いて、息苦しいほどに体を締め付けるドレスや紐から解放された女性たちは、家から出て自由に外を歩き回ることができるようになり、この機会を十分に楽しむようになった。フラッパーは、アメリカの女性たちの生活スタイルを衣服の面から大きく変革したのである。ファッションの変化は、 アメリカ人女性が理想とする概念の大きな変革を意味すると言ってもいい。ショートスカートやショートヘアは女性の伝統的な社会的束縛からの解放の象徴でもあった。女性の道徳的概念の変化は婚前交渉、否認、飲酒といった伝統的価値観の形式となって現れた。第一次世界大戦以前には、 女性が酒場に足を踏み入れることはなかったが、戦後になると駅に出入りするかのように、気軽に潜り酒場に出入りする女性が現れ出したので、ある。人前で毒づいたりタバコを吸ったりする女性が普通に見られるようになり、スカートも下着もどんどん短くなっていった。仕事場では女性と男性が張り合うようになり、経済的に自立した女性は、金銭面以外でも男性に頼る必要がなくなった。 このような新しいタイプの女性たちは、性別の垣根を越え始め、性的にも、経済的にも自由を謳歌し始めた。女性たちは髪を切り、ゆったりとした服装に着替え、膝丈のドレスを身にまとった。窮屈な腰回りや、裾を引きずるような長いドレスに悩まされることも、亡くなった1920年代の現代女性は、自律的な思考の持ち主であり、 それまでの飲酒から解放されたのである。フラッパーはこのような現代女性の中心的立場にあり、その役割は競争の20年代を通じて変わることはなかった。フラッパーは強い個性、行動力、さらには移り気を理想とし、女性のつつましさ、純潔低粛など、それまで男女共に重要視していた伝統的道徳率を無視した。 自身が持つ力を誇示していたフラッパーだったが、直後に起こったウォール街大暴落、世界恐慌の影響を免れることはできなかった。フラッパーの大胆な協楽主義は、1930年代の経済苦境の中では受け入れがたいものだったのである。ありがとうございます。